でございます。今日で22日目になりました。今日はですね、ツイストという技があるんですけど、このツイストをね、2回連続でやるダブルツイストっていうのかな、ちょっと正式名称わかんないんですけど、このダブルツイストをやっていきたいと思います。頑張ってやっていきたいと思います。レッツゴではやっていきたいと思います。今日の課題のダブルツイストなんですけど、ツイストっていう技を2回連続でやるんで、まずツイストがどんな技なのかご覧ください。はい、今のがねツイストっていう技なんですけど、ホイールの中を半周してるんですね。でこれを2回連続なんで1周すると、もうねツイスト自体は比較的安定しているんですけど、ダブルツイストってなるとまだほぼ、できたことないに等しいというか、感じなんで、今日できるだけ何回か成功できるようにやっていきたいと思います。レッツゴー。今のね、できたっぽく見えるじゃないですか。今のはツイスト連続なんですけど、途中がちょっと止まってるんですよね。なので2回本当につなげて1周回ってるように見えるやつをやりたいんですよ。そのために先に足をクロスしてから回ります。今ね、多分ちょっとできましたね。今の雰囲気。コツというか、少し掴んできたかなっていう。ただこの技安定っていうのがしづらそうなので、でも綺麗な形でできるようにちょっとやっていきたいと思います。できたんかな。ちょっと映像チェックします。一応技としてはできてるんですけど、体の姿勢がねちょっとこう前かがみ気味になってて汚いので、その辺修正しながらやっていこうかなと思います。
回綺麗にできたら今日は終わりにしようかなと思います。できたけどな、もうちょっと綺麗に。できたかな。はい、まあまあまあよしとしておきましょう。まあ、はい、ということで OK クリア。はい、ということで今日の結果も無事終わりました。ダブルツイスト、まあ一応できたんですけど全く安定感がないというか難しいですね。揺らぎのある中でやらないといけないので、まあ精度上げていって綺麗にできるようにかつ安定感出せるようにねやっていきたいなと思います。はい、ああほんとねあったかくなってきて練習しやすいわ。よし、ということで明日からねひこひこさんが香川にやってくるんでちょっと練習はできないんですけど YouTube の撮影も頑張っていきたいと思いますんで、非公開チャンネルの方もよろしくお願いします。ということでまた次回さよなら。